よし、やるか今日も。誰これ、おい、誰だよ俺のアカウント勝手に使ったやつ。ホグワーツじゃないじゃんこれ。就職先魔法省かと思ったらこれ何、サーカス、サーカス団。あ、ハリポタネタバレありの固定しなくても大丈夫。いやでもさ、ハリポタネタバレがないわけなくない、ホグワーツレガシーで。今思えばちょっと優しすぎたわ。浮いてどうすんだ。あ、届くわ普通にフィジカルで。魔法使いにフィジカル必要だから。アバダケダブラをどう対応しますか、質問来てた。ここアバダケダブラはどう対応したらいいですか。回答、避ける。魔法使いはフィジカルが必要や。でもマジで緑の光めちゃくちゃ飛び交ってんのに大体避けてたあいつらは。でうわ、この不死鳥は、ああ、まさかアルバスの一族に現れると、四季が近づくと現れると言われている不死鳥。ああ、これはユニコーン、禁じられた森に言われると言われる、言われている、言われているやつ。腹がプニ、ユニコーンの血を飲んだ者は呪われてドンマイになるという。ただめっちゃ回復するらしい。ユニコーン、どこどこ。お、ミスタークロプトン、ね、よそ見しないでちょうだい。すみません、マダムコガは。声高、ほぼバウンディ。皆さんに安全な放棄のありません。これ日本人だよね、コガは。離れ技は豊橋天狗のようなプロたちに任せます。豊橋天狗？ファンじゃないのね。ファンじゃないのね。クリッチのチーム？豊橋天狗。以前は豊橋天狗で。上がれ！上がれだ！上がれ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 上がれ。言い過ぎだろ。上がれ、上がんない、え、上がんない。あ、上に上げんのか。上がれ上がれ上がれ、このボロボキ。そう、日本人魔法使い存在するから。世界に11カ所ある魔法学校が日本にもありまして、でも豊橋天狗は初めて聞いたわ。クイリッチの強豪なんで日本って。でそのチームなんだろうね。うわうわ、俺の才能に震えろ。やべえ、大きだおい、クイリッチ、うわー、はえー、すげえ、大きだ。ふー、え、クイリッチしてー、頼む、マダム小川、豊橋天狗に入れてくれ。あれか、え、あれ、ボルがやっぱボルがスネイプ先生やったとこじゃね、ここ絶対そうだ。あ、そうだ、これのね、ここの窓の外にハリーたちが隠れてんだよ。で、ナギニにパクつかれて死ぬんだよ。うわ、聖地だ、悲しい聖地巡礼来た。うわ、もっと早くね、ファイアボルト乗りたい。ちょっといい、どうした、バウンディ。すごくうまく輪をくぐってたね。ほこりまみれの学校の放棄をあんなに乗りこなすなんて、すごいよ。そうだよ、モビルスーツの性能差が。君ならもうちょっと難しいことにも挑めるんじゃない。はじめましてだよね、エヴァレット・クロプトンだ。いや、見たことあるよ、お前。さっき言い切ってたやつでしょ。なんだか面白そう。それは面白そうだね。何をするつもり。ちょっとした寄り道かな。こっちだ、バウンディについていくぞ。間もなく。うわ、ここ、うわ、やばい、ホグワーツだ、本物の。改めてほうきに乗ってみるといいな。いいねー。え、一時加速、うわ最高、うわ最高。ヒッポガリフの血でも流れてるの。それ褒め言葉。んヒッポガリフ、この鳴き声バックメイクか。なんだよ、笛かよ。早く戻ろう。うーい、オッケー、よいしょ、よいしょ。あ、どうやって止まるのこれ。やっべえ、どうやって止まるのこれ。かっこよく降りたい。小河川ちょっと待ってて、かっこよく降りたいから。優勝は豊橋天狗、素晴らしいシーカーの登場です。アレクサンドル・ラグーザー、ウー、みんなありがとう、応援。どこに行っていたの。いや、ちょっとステイしてました、その辺で。特訓でもしようと思って。私の指示に従わないなら二人とも大きく減点せざるを得ないわね。豊橋ウィーク、ロプトン
失望しましたよ。めちゃくちゃこの授業を受けているのそれはあなたがまだ自分の放棄に対し敬意を持っていないからよ。気まずえ、てか減らされんのはやめてください。今日の授業は終わりよ。いいね、日本人講師っぽい。あなたもよ、今後はもう少し分別ある行動を取りなさい。あ、はい。でもなかなかうまく飛べていたわよ。ちょ、先生何歳差ですかここ。マジか、恋愛要素もあんのか、ホグワーツレガシー。小川の件はこれ知ってるぞ、これギャルゲーってやつでしょ。知ってる知ってる。後悔はしてない。減点されてでも寄り道した甲斐はあったよ。君にはほうきの才能があるよ。ちゃんとしたモデルのほうきは小川お気に入りのイメルダにだって負けないんじゃないかな。イメルダ、僕も自分のほうきがあればな。